さんに結構な金額使われてます、ね、4,000 万ぐらいはもう使ってる。その4,000万ってどういうふうに稼いでるんですか？パパ活とか、立ちんぼとか。歌舞伎町の女王。なくなっちゃった。出ていいかな。出ていいですよ。もう始めちゃった。歩きだろうかよくやるんだけど。歩きだろうかよくやるんだけど。3杯に1個入れたら2つくる。彼女の知られざる一日に密着。彼女がポストに通う理由と。歌舞伎町ホストクラブアクセル。この日彼女はここに訪れていた。どうもどうも、バンカツです。お目当ては彼。ウェイ、ありがとう。このホストクラブのナンバーワンホスト、水木玲子。通われてどれぐらいですか？今もうどれぐらい？まだでも 1,2 ヶ月ぐらいですね。そうですね。さっき見ましたけど、ナンバーワンホストですよね、ここの。あ、そうです、一応ここで。結構高いんじゃないですか。そうだよね、高い。前、大体1回会計2、3万とか、うん、っていう感じですね。僕はなんか無理やりシャンパンとかそういうのないんで、あんまなくないですよね。乾杯。乾杯、ありがとう。どう、楽しく、ピースに仕事するのが一番いいです。どういうところが気に入ったんですか？顔、かっこかわいい。かっこかわいい、かっこかわいい人が好き。いや、嬉しい、めちゃめちゃ。失礼します、よろしいですか？イエーイ、お願いします。失礼します。シュート。ちょっとです、お願いします。イエーイ。僕も一杯いただいていいですか？どうぞ。ありがとうございます。少しずつ店内が盛り上がり始めた頃、彼女の席にはヘルプと呼ばれるホストたちが席に着き始めた。結構ね、絡みありますか？そうですね、もう何マッサージやらない。確かに。マッサージやってほしい。また出た。マッサージね。マッサージうまいから、ようやくマッサージうまいですよ。うまそうや。うまそう。うまそう。うまそう。顔が出ますと優しい顔してるから。どういうこと？なんか手先をしてほしい。でも寮屋ってさ、ホスト歴めちゃくちゃ長いんだよね。結構もう何年目ですか？もうここを入れると多分もう11年とかそのぐらいには。それ長いっすね。人生やったら無理ぐらい。すごいよ。いや、昔のホストやばかったっすね。もうちょっとしたことでもう裏呼ばれて、もう殴られたり投げられたりと、もうフルボッコでしたね。もう本当にそのお客さんがいたとしても、もうその目の前でテーブルにバーンやられるぐらい。彼女はあまり楽しくないのか、表情が険しい。疲れたよって言われちゃう。疲れた。シンガーソング疲れた。はい。そうだね、マシンガントークダメよ。マシンガントークダメだよ。そしてラストオーダー前。撮影でもすごいね、撮影が密着してくれるの。さすが有名人。そんなことないよ。でもなんかね、今日ね、もしかしたらシャンパン1本とかラストに取れるかもしれない。どう？考える。考えるね、確かに。先輩声出たらアフターしてくれる？まあそうだね、ちょっとそうだね、まあラストンだしね。まあ長くはないかもしれないけど、まあでもできるから、しよう。じゃあ初いいですか？いや、あります。彼女はアフターをする約束をし、
高額なシャンパンを飲んだ。そしてこの日のナンバーワンは彼。約束通りアフターをする。じゃあスタープレット5枚行こうか一緒に。よし、行こう。ホントラストありがとう、ありがとう。よし、じゃあ行こう。ご飯しゃあ。ありがとう。しかし彼女は驚きの行動をした。なんかあの人かっこいい。ちょっと荷物貸して。いいよ。なんと彼女は別の男の人へとついていってしまった。フォト TV 撮影ここまでなんで。え、ダメですか。え、はい。あの、なんか別の方ついていっちゃいましたね。いや、行っちゃいましたね。まあしょうがないです、これもね。まあ女の子が一番いいって思ったことが正解ですからっていうのと、まああとは去る者を追わず来る者を拒まずっていうスタンスでね、行きたいんでしょうがないですね。また LINE しています。カレス寒い。予想外の行動を起こす彼女。この密着を通しても謎は深まるばかりだった。そしてホストという職業の大変さも少しだけ垣間見えた。